来れるかっていうと、タイの、ランタ島にいます。ランタ島、今サラダンというね、埠頭から、フロンティンビーチまで行くところです。で、今こちらの鈴木の、キャリーという、ソンテルね、乗ってるところです。4年ぶり、本日2016年の4月の、15日なんですけど、4年ぶりに、このランタ島に来ます。本土と、それが橋ができたみたいなんですけどね、前回来た時はそれがなかったんで船で渡らなきゃいけなかったんですけど、まあ、今回、まあ、ピピ島から来たんですけどね。で、これがサラダンのね、マジです。で、クロンディンビーチまでここから10キロぐらいなんですけどね、行くとこです。まあ、こんな感じのどかな感じですね。多分物価もね、ちょっと上がったと思うんですよ。前回来た時物価もっと安かったと思うんですけどね、多分ちょっと今回来て、食べ物とかが多分物価がね、4年前とかだけで上がってるような感じがします。ほらほら、おいしい、おいしい、で、これがサラダのね、街並みです。ちっちゃい、まあ、村なんでね、ちっちゃい村っつっても一応ここが一番栄えてるみたいなんですけどね、一応レストランとかもあったりとかします。白人の旅行者が中心にね、タイ人とか、まあ、他にも最近いろんな人々が来てるんですけどね。ランタ島の中にいくつかビーチがあるんで、どこのビーチにするか、自分はね、クロンディンビーチ、前回泊まったところに行こうと思ってます。これが乗り合いバス、6人乗ってます。暑いでしょ。